権利をする。古き時代から受け継がれるラブソング、長く愛されているラブソング、そこには深い思いや胸に秘めた思いが詰まっているわけで、本物の愛を知るヒントも眠っているわけですよ。小娘たちよ、よくお聞き。女として生まれたからには恋の一つや二つで分かったと思うね。男と女は分からないから惹かれ合うじゃない。さあ今日紹介するのはヒーロー、マライア・キャリーの歌ですね。ヒーローがいる、あなたの心の中を探せば恐れる必要はない。本当の自分に答えがある。あなたの魂に手を伸ばせば、そしてあなたの悲しみは溶けて消えていくでしょう。そしてヒーローがやってくる。前に進む力を持って、そしてあなたは恐れて、恐れをはねのけて生きていけることに気づくの。だから希望が消えたように感じたら、自分自身を見て強くなってほしい。そしてあなたは気づくでしょう。ヒーローは自分の中にいること。